今日の上海市場はプラスで始まりましたが、先ほど下落し、去年9月以来の3000ポイント割れとなっています。今日の上海市場は取引開始後に大きく値を下げ、一時3000ポイントの大台を割り込みました。その後値上がりに転じるなど激しい値動きが続いていて、日本時間の午前11時半時点で昨日に比べ 0.21% 安となっています。